柴田です。今回はヤマハの KK1 北島健二さんモデルのレビューです。このヤマハの KK1 はですね、 SG ヤマハの SG1000 をですね軸に作られた北島健二さんのシグネチャーモデルになっております。めちゃめちゃかっこいいですね。北島健二さんはビーイングの伝説的なギタリスト、 TM ネットワークのバックで演奏していたことが非常に有名です。 TM ネットワークというとですね、ビーズの松本さん、アクセスの朝倉大輔さんとビッグネーム、ビッグアーティストをですね輩出しているレジェンドバンドなんですけれども、なんとビーズの松本さんはこの北島健二さんの紹介で TM ネットワークのバックでギターを弾くことになり、後ビーズを結成します。レジェンドミュージシャン北島さんのこだわりが詰まったこの SG、 通常の SG とはですね若干形が違いますね。パッと見は一緒なんですけれども、ここがちょっとねギュッと小さくなってるような感じがします。そしてヤマハの SG との大きな違いはここ、フロイドローズタイプのブリッジになっております。ロック式ですね。これはフロイドローズではなくてヤマハの RM プロ2、フロイドローズのライセンスものになっております。なので純国産っていう感じですかね。ペグもですねヤマハです。オリジナルのペグがついております。ボディはトップがメイプル、バックがマホガニーになっておりまして、まあレスポールと同じなんですが、ネックがですね、メイプルになっております。非常に綺麗なツートンカラーです。ご覧ください、トップがメイプル、非常に分厚いですね。そしてバックのマホガニーも綺麗な目になっております。ネックは太めになっておりまして、SG はね、結構そこが特徴的ですね。この太めのネックから分厚いですね、サウンドを生み出しているんじゃないかと。そしてマホガニーがバックにあってメイプルがトップにあると。音の収まりもですねめちゃめちゃいい感じです。密度の高いサウンドを得られているような感じがします。でコントロール系はボリューム、ボリューム、トーンという風になっておりまして、通常の SG とは違いですね、ここがですねちょっとカットされてます。おしゃれ系なボディデザインになっていて、この辺のカットもめちゃめちゃかっこいいですね。そして指板は漆黒のエボニーで、ドットもめちゃめちゃ綺麗です。輝きのある貝になっております。そしてコントロール系の特徴としてはここにですねプッシュプッシュのスイッチがついておりまして、フロントもリアもタップすることが可能です。このハムキャンセルした時のサウンドがめちゃめちゃかっこよくて、特にクリーン、これはですねぜひぜひお聴きいただきたいと思います。では音鳴らしていきます。Thank you.